人間はね、先入観の塊ですからね。はい、久しぶりですが、今日は山下大将の第3位訓をやっていきたいと思います。一訓を素読するって言うと長くなっちゃうので、素読としてはですね、山下大将が妻へ残した自制の句をやっていきます。読むことによって山下大将の一訓を思い出していただきたい、触れていただきたいと思います。妻への自制の句、それから、山下大将の第3位訓。で、その後にですね、皆さんの先入観、私も持っていた先入観を一つ打ち破っていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。満ちてかけ、晴れと曇りに変われども、とわりにさえすむ、大空の月。まあ、これは囚われてるとこから空を見たんでしょうね。まあ、どこに行っても空は同じだと。なんかね、結構詩人ですよね。第三位訓ですね。従順と定説。これは日本婦人の最高道徳であり、日本軍人のそれと何ら変わるところはありませんでした。この虚勢された徳を具現して、自己を主張しない人を定女と呼び、忠勇なる軍人と賛美してきました。そこには何ら行動の自由あるいは自立性を持ったものはありませんでした。皆さんは嗅覚を速やかに脱し、より高い教養を身につけ、従来の不徳の一部を内に含んで、しかも自ら行動しうる新しい日本婦人になっていただきたいと思うのであります。平和の原動力は婦人の心の中にあります。皆さんが新たに獲得した自由を有効適切に発揮してください。自由は誰からも侵され奪われるものではありません。皆さんがそれを捨てようとするときのみ消滅するのであります。皆さんは自由なる婦人として世界の婦人と手をつないで婦人独自の能力を発揮してください。もしそうでないならば与えられたすべての特権は無意味なものと化するに違いありません。はい、この中で従順と定説を日本婦人の最高道徳と言ってます。これはですね、巷で言われているような男女同権とかね、そんなケチなもんではなくて、もっとレベルの高いもんですね。その日本婦人と日本の軍人が同じだと山下大将は言ってるんですね。いや、すごいですね。この時代にですよ、陸軍大将がこういうことを言うっていうのがですね。で、この虚勢された徳と言っています。それを自己主張をしない人、定女とか忠勇なる軍人っていうのは虚勢された徳であって、自由と自立心を持たない、はいはい、聞いてるだけで、それはいいように見えるけども、やっぱ悪いこともあったと。まあ、それがいろんな問題を起こしたと山下大将はおっしゃってるわけですね。まあ、定説も大事だけれども、それを有効にするためには自由と自立性も大事であると。いや、これね、今なら納得できるんですが、その当時の陸軍大将が言ってるってことに驚きを感じました。武田先生もそのようにおっしゃってましたね。いや、本当驚きました。この一訓を読むまでは全く違う印象を持ってましたからね。はい、この動画の元となった武田邦彦先生の考察もちょっと入れておきたいと思います。冷静に沈着に、右翼でも左翼でもなく、事実を確認して我々の考えを作っていく。いや、そうですね。なんとなくこの戦時中の人の言葉もっていうのはですね、まあ、言葉だけじゃなくて戦時中のことを話したがらない、知りたがらない、ちょっと毛嫌いする、ちょっとセンシティブなので、こう言ったらこう言われるんじゃないかとか、そういうことばっかり気にしてですね、私たちは事実を確認してなかったんじゃないですかね。で、今ですね、こういう遺訓なんかをですね、山下大将のだけじゃなくてもいいですよ、学ぶ価値があるかというと、それが今後ですね、ここに書いてます、これが私たちの子供に対してどういう日本を残していくのかということに大変に意義のあることだと思います。私もそう思います。なので事実を一つずつ確認していきたいと思います。この戦争の評価はまた別ですよ。私この戦争は評価してるんですよ。それとは別に、この戦争を始めた直前のその世の中の風潮ですね、そういうものについてちょっと今日はね語っていきたいと思います。はい、ということで、人間はね、先入観の塊ですからね。この山下大将見てくださいよ。確かにごっつい顔、軍刀を持ったその姿はですね、学校時代に私が植え付けられた暴走した日本陸軍そのものなんですね。軍人っていうのはその戦争をする人ですから、見かけ戦争したがってるようにも見えるしですね、特に朝日新聞なんて極悪な報道機関はですね、作ろうと思ったらそのように作れるわけですね。悪く見せようと思えばですね。その実、戦争の足跡が近づいていた時に和平を主張する人に対してですね、腹を切れ死ねと言ったのは他ならぬ朝日新聞なんですね。はい、こういう事実もあるんですよ。事実を見る勇気っていうのは持った方がいいでしょうね。先生が言ったから、歴史の授業で習ったから、 NHK が言うから、朝日新聞が言うからじゃなくて、実際に暴走したのは誰かっていうところですね。一つは、まあ今言った朝日新聞、まあ、それに煽られた国民、その次に政府、
私はね、軍人はどっちかというといやいややったっていうのが正しい方だと思ってます。この第三位君の中で最もね大きいなと思ってるのは私このここですね。自由は誰からも侵されるものではありません。皆さんがそれを捨てようとする時のみに消滅するのであります。ここですね。皆さんは自由を捨てようとしてませんか？自分で考えることをそのやめてませんか？考えなくなった時に自由というのは知らず知らずのうちに奪われるんじゃないかなと思います。異論を言う人の言葉をデマだと決めつけるのではなく、その人がなぜそれを言っているのか、自分は間違ってるんではないか、もう一度ね考えるっていうことが私たちの子供にあのいい世の中をね作っていく一つのなんか使命みたいなもんだと思います。はい、ということで異論をたくさんこれからも出していきたいと思います。名言を言えば元気が出る。短い時間で言葉足らずなんで、言い忘れたこと言い直したいことはまたね別な動画でもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。